プールススペシャル27ね、始めます。あ、じゃあ、すごい、結構、あ、来た。ちょうど、やっぱ7時ぐらいに来ますよね。だいたい、だいたいね、7時ぐらいになって、そう、準備しててこれぐらいになった。もうダラダラしてますんでね。じゃあ、覚えてるかな、行ってくる。命は一つ、人生は一回、だから命を捨てないようにね。 AKB に燃え、フラフラとお国のためなのと言われるとね、青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。国は俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね。失礼しましたで終わるだけ、命の捨てはありませんよ。青くなって死に込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。命を捨てて男になれと言われた時にはビビりましょうよね。そうよ、あたいは女で結構、女の方が強いのよ。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。死んで神様と言われるよりも生きてバカだと笑われたいね。なんだっけ、ありがとうな。で神様と言われるよりも生きてバカだと笑われたいね。んだらだだだらら、らら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 ら、青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。中国、北朝鮮襲ってくると日テレ、富士が煽ってる。ああ、待てな。中国、北朝鮮襲ってくると日テレ、富士が煽ってる。隠蔽、捏造、当たり前だって NHK すら安倍チャンネル。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。いやー、歌詞覚えてないっすね。すっげー歌ってない。持ち歌だけどカバーで、カバー。カバーの、カバー。あの、香川亮って人の教訓ですね。教訓を歌詞を付け足して、教訓あれ、セカンド2って言うんだけど、教訓69にしたんですね。あのね、何 3とか3とかはね、4とかはあるんですよ。なんか安倍チャンネルとかはつけた、つけたつけた。あ、この間あの NHK の時に歌ったらよかった ね, ね、覚えてないけど今ふと思い出してやってみようかなと思ったら覚えてなかったっていうね。そうそうですよ。なんかね、
本当今すごいですよね、 NHK さん。こんな露骨にあの、情報操作、こんなね、でも来ないね、ね、うん、ほとんどの人が、ね、知ってるわけではないけど、ネットを見てる人って分かりますもんね、ね。だってそうだよ、普通にあの全然そういうのを関心ない人も、あの、あ、山本太郎頑張ってるねっていうの分かってますよ。ね、あ、昨日言ってたんだよね。あ、放送されたんだよ。見てない。あのね、ネットで見た。ネットで出てて、見た。あの、そこの部分だけ。見てるし。全国、1億何千万なんだっけ、日本の人口って。1億3000万の、石ころ諸君、あのね、まあちょっとね、ちょっと転がってみないとね、みんな自主的に転がっていかないと大変なことになっちゃうよ。石ころの分際
日が俺は見た通りのただの石ころだ。その辺にもある道端の石、何の変哲の特徴もない。だから磨いてもお金にならないよ。ここ暑いんだよね、実は。でも結構遠い。あ、そう、あ、これでね、いや、よ、そう、いい、いい、あ、何、あの、いい、箱み、箱なりすんだよね、ちょっと。ある意味。これをここでやるよりね。そうなのね。実は。そうなのです。今日は中なんだろうなと思って。そうなのです。大丈夫。うん。上がりそうかね。いや、わかんないけど、夜はいいんだけど。あ、そう、ここ、ここがないとね、大丈夫なんだよね。で、夜は雨の予報よ。降ってる。あ、虹の橋と名付けられたあの橋の向こう、そびえるクレーンが泣き止むことはない。俺は港で働いてる建築資材を、海を渡るコンテナに毎日積み込んでいる。朝は早く庭を重いけど、この雲行きの悪さじゃ選んでいられる余裕なんかないさ。流した汗は夢や希望に変わるのか。傷だらけのコンテナがまるで棺桶のように笑う。タバコ消し目とをかぶり、埃の舞うコンテナへ、太陽の光の一筋さえ入り込まない闇で、フォークリフトが傾きながら花咲きをすり抜ける。ここでのニュースは新聞にも載りはしない。仕事へ列に並んで受け取る日当の、吹けば飛ぶ金の重さが命の値段なのか。流した希望に変わるのか。傷だらけのコンテナがまるで棺桶のように笑う。味はしたいと言うけど、自分の残りの命も守るのは楽じゃない。降り出した雨の音が機関銃みたいに、行き止まりのコンテナに叩
たきつけてきた。もうやめてほしいと必死で叫ぶ声を、戦車と行進がかき消す国の川で、昔写真で見た大きなダムがせき止めているのは水だけなのか。優しく笑う男たちの人の良さが報われる場所さえくれないのか。流した汗は夢や希望に変わるのか。傷だらけのコンテナがまるで顔犬のように笑う。流した汗は夢や希望に変わるのか。傷だらけのコンテナがまるで顔犬のように笑う。はい、ありがとうございます。いやいや、ね、そうですよ。そう。そうね、20年ぐらい前に書いたかった。若い時ですね。結構ね、若い時に書いた歌が今ね当てはまっちゃってみたいな感じでね、そう。ね、そうですよ。じゃあまあその頃に書いた歌でちょっと冬の歌をやっちゃおうかな、そのまま。北風が泣いてる歩道橋を渡れば、懐かしい景色が広がるはずだった。ところが囲われた公園の奥には古い展望台の影はなかった。二人がここに住む部屋を見つけた時、街の空気はとても穏やかで、通りに降り注ぐ日差しが眩しくて、街路樹が青く輝いていた。この街を離れてそんなに経つのかと思うほど街は違う姿をしている。高速道路街までは伸びてきて、空が灰色になった気がする。愛してたもの変わり、痛みや悲しさが遠ざかるのをただ待つだけか。
綺麗になり、ビルもなったけど、チェーン店が顔を並べるどこにでもある賑やかさで、ポケットベルで呼び合う少女は人混みの中で自分を見つけられるだろうか。愛してたものが壊れてゆく、優しかったものが消えてゆく、時代は変わり、痛みや悲しさが遠ざかるのただ待つだけか。大会社のショールームが踊り陣取り、狭い場所に押し込まれる、やつ気がますます乗ってく、区役所が新しくなるらしいけど、街が本当に豊かになったのか。私は苦しくなるばかり、あけどくり抜け線路沿いに今は一人で、日の当たらない部屋を借りてる、北風が泣いてる歩道橋を渡れば、懐かしい景色が広がるはずだった。まあこんなですね。ね。今ね、え？死にました？死にました？いやそう、こういう歌も作れるんですよ。それもね、なんか、うん、50周年、やった、やった、そうなんですよ。さっきのもね、あ、だめ、あ、本当だ、本当だ、やってないんだ、やってないんです、実は。聞いたことがある気がする。あ、この辺でやってたと思う。うん、どこからやったかね、そうなんですよ、実は。あの時はね、外したんですよ、実は。コンテナ、まあね、まあいろいろね、いろいろあってってことなんだけど、ね、そうなんですよ。結構ね、あのストーリーものの歌が好きで、あ、絵が見える歌を書きたくて、そうなんですよ。そうですね。そうですね。そうですよ。そう、そう、この曲を書いて、あ、俺もストーリーもの、あの、
何あの書けるなと、もう完成しちゃったな自分はと思った曲を、うん、完成しちゃったなと思ったで、そういや本当本当もういやこれ何があってもだから、まあ、題材とかあればもう、まあ、パパパッと書けるなと思ったんです。でそれをちょっと。池袋にあったお前のアパートへ上がり込んで朝まで映画の話をした大雨の時には雨漏りをしてしまう名傘はそこから行けた殺人狂時代も時計仕掛けのオレンジも昔の映画は全部そこで見た格好の巣の上でを覚えているか一番好きな映画だった永遠のはずだったものたちが減ってしまった今でも
なんですよ。そうですね、ハリウッドの映画が契約になったっていうのはね、この頃湾岸戦争の後か、後で湾岸戦争だ、湾岸戦争の後ですね、だからあのそうイラクの前で、その前あの9・11の前だね、前でハリウッド映画を見ると必ずあの何アクションとか見るとあの悪いやつっていうのはターバン巻いてるとかね、そんなだったんですね。ああ、これ絶対プロパガンダだと思ってたのよ。なんかそうしたら9・11が起きてやっぱりみたいな感じだったんですけど、うん、そうそう、そう中東なのよ、必ず 悪者が必ず悪者作る、有名なトータルリコールっていう、これリコールじゃなくて、これ、なんだっけ、スルーライズ、シュワちゃんのスルーライズっていうのがあるんですけど、あれで出てくる、なんだろう、向こうの中東のやつなんでね、悪いやつが、本当ね、やつがいた、これちゃんとね、そういう国民感情だから、煽ってましたよ、もともと。そう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 、仕組んで、今日本とかだってね、まあそういう映画とかでそういうのはあんのかな、あのそういう中国韓国とかっていうのはね言ってるよとかね、映画とかではないよね、そんな日本映画とかってない。そうだよね、愛国心煽るよ、愛国心は煽るよね、そう国のためにみたいな、なんか確かに大和的なものはやっぱあるよね。そうだから、そう、それでだから15日に男たちがやったんでしょ、やったみたいだね、やったんでしょ、うん、ねえ、ねえだよね、その日に会えて、会えて、だってしかも男たちがやったの長渕なんだよ、曲ね、長渕、長渕 ね、おいおい、やっぱ長渕みたいなね、長渕もまた怪しいよね、わかんないけど、怪しいけどわかんない、ね、いや、あれはいつだったんだっけ、あの、なんだっけ、小さなお家、あれは結構前、結構前か、結構前だね、うん、あれはもう、モルハンセンですよね、やって、うん、あっちはやっぱいいね、あの、このなんだろう、今の日本の状況っていうのが、うん、日本の状況っていうか同じみたいな感じなんだよね、戦前の、そう、巻き込まれていくまでの間がなんか普通に日常を送ってるわけですよ、でいつの間にかこうなっていく感じが、じゃあ結構怖いなって感じだったね、うん、なんかいいですよね、戦争時期は日本が裕福なんだよねっていうね、そう、今話題の映画はノビ、見てないんだけど、ね、ノビがすごいらしくて、ね、ノビ常盤貴子が、あの、なんだっけ、ひまわりの、なって、岡だっけ、ひまわりの岡田、あの、大田監督の、あの監督ね、大田監督、うん、のび、のび褒めちゃって、まず、そう、まあ、大田ね、まあ、大田監督ね、大田監督ね、僕ら知り合いですから、友達ですからね、そうなんですよ、隣の駅に住んでて、あの、大田監督ね、うちの、今、うん、そうそう、だから近所だったの、すげえ近所、近所だ、 あったもんね、そう、あのあれ時増添の時津戸駅に来るっていうから、じゃあちょっと見てやろうねと思って、そうから、そう、じゃあそこでばったりやって、あって、ね、結構ね、うん、ここ行くからね、あ、いっぱいあるよ、ある、そう、あ、今ちょうど一回持ってきたのが、一応ね、猫咲いてる、ここ多いんだよね、あ、まだまだ、あ、多いんだよね、これなんか、ここら辺だと濡れないのかな、あ、あ、そっかそっか、どうしようか、どうなるんですか、一時期はもう
そういうものとかみんなもう聞かないなと思って構えなかったのにね、うん、なんかお客さんの感じがね、なんかこう、なんかほら、90年代後半、99年とか、ここら辺からね、96、7年か、からなんか変わってきて、グランジュとか流行ったり、グランジュもっと前か。グランジュはもっと前だ。あ、その後だから、その後日本の歌がとか変わってきたんだよね。で、どっちかというと内面の、歌うとか、まあ、ちょっとドロドロしたから、うん、アングラチックなもので、まあ、ドロドロしてるって思う。でもドロドロしてるというか、なんか、ない、なんだろうな。そう、うん。なんか希望がある歌というよりは、なんかこう、絶望。そう、絶望から始まってるみたいな歌が多くて、まあ、こんな中で、ね、なかなか聞かないなと思って、いろいろね、作戦を考えて、違うような歌を作ろうとしてたんだよね。最近はね、だからこういう状況だから意外と歌えるんですけど、うんうん、ね、ありますよ、時代性が、この音楽にはあるある、うん、ね、すごい如実に感じるよね、ステージでお客さんがいて、この空気っていうのは、うん、そうなんですよ、変わっていく感じが。今はね、今例えばほら原発とか歌うじゃないですか。で、まあそういうのを歌うと半分黙っちゃって半分喜ぶ感じだね。そうです。半分あ、言ってくれたみたいな人と、くれと人と黙っちゃう人とって分かれてるね。そうそうそう。そうそうそう。ふっ、あの何だっけ？ライブハウスですか？ライブハウス。一昨年？ちょうど一昨年バッドジェネレーションか。うん、去年だ。あ、違う、去年だ。去年の1月だ。新橋でやった時あったじゃないですか。あ、はいはい、新橋でやった時に、うん、こっちの半分がすごい乗って、こっちの半分が、うん、ってね、すっごかったよね。すっごい分かりやすいコースで。ありましたね。だね。まあね。そこの店長は、意外とイケイケだったんですよね。喜んでくれてたんだよね。あ、キッペリさん。あ、どうも。どうもどうも。もう、そっか、じゃあ時間もそろそろいい感じなのかな。40分ですね、今ね。まだやってんのかな、降りてる。まだやってます ね。じゃあいつも歌わないような歌を歌いましょうかね。今日はそういう感じで。大丈夫かな。フラッシュ書いていい。大丈夫でしょ。やめた。
がないと君と触れてみて思うんだ。力になれることはないかと囁いた日々は甘い蜜のよう、思い出が夢の中はしゃぎ回る。愛なんて言葉は信じちゃいけないと誰かの声にまた目を覚ます。愛せない他人の優しさも臆病からだと傷を舐め合い欲望を満たす。ただそれだけのために抱くのだと。結婚式のために作って、まあ、その時に歌えなかったんですけど、ちょっと体、腰を痛めていけなくなったので、うん、このね、わざとね、裏切りとかね、裏切りとかね、そういうような実際結婚式で使っちゃいけないような言葉を使って書いてやろうと思って書いたんです。後に歌って、後に歌って、あ、結婚してる、結婚してる。あ、もうかなり、子供大きいんじゃないかな。ねえ。まあ、奥さん、あ、まあいいや。あ、まだこれ、やばい話は言えないっていうところはあるんですけど。いや、まあ、その、ね、旦那さんとか結構、すごいんですよ。結婚式のコーディネート会社か。もともとヘアメイクやってるんだけど、まあ、先輩なんですけどね。演劇関係の時は結構有名みたいですね、その海外でかなり、うん、メイクと言うと結婚式コーディネート全部やってるみたいです、うん、セレブだもん、うん、
その仕事してたね。あ、ヘアメイクだったのかな、その時は。あ、うん、そうそうそう。美容師かなかったか。美容師、美容師。あ、そうだ、美容師。ね。で、もともとヘアメイクで、なんだ、いろんな役者さんとかもやってたりして、ノーヘアメイクとかもして、そして、そこがこう、自分でこう立ち上げて、なったね。その、奥さんも大学時代の知り合いなんですよ。どっちも知ってる人なんですよね。まあ美男美女ですよね。知ってますよね。知ってますよ。え、ジュリーさん。あ、名前言っちゃった。本名じゃないからいいの。本名じゃないからいいんじゃない。そうね。いやいやいや。もうセレブだけど下田っ子だからね、もともとね。下田っ子がちゃったか分かんないけど、普通の下田の、あの、何、お兄ちゃんだったんだ。だと思うんですけど、結構ですね。まあそろそろ時間があれですね。ね、え、まだ早い。そろそろ。この後あと誰来るかね。このあとどれぐらいか。もういるけど、まあ。ベニさんが3時間ぐらいあるんでしょ。いいよ。いいよ。お、マジで。ノンストップ。ノンストップ。2時間ですね。あれ。まあそんないろいろこんなありましてね。いろいろこんなにいい、なんか今までですね、ここで会話してる感じよね、うん、なんかしないの、なんかあのちっこい小さいライブハウスに来た感じだよね。なんかそうだね、前の前よね。じゃあそんなわけで、50歳になって作った歌をそうね。流されたわけじゃないが、ここに立ってる。想像もしてなかったこの景色の中で、いつの間にかこんなに遠くまで、いつの間にかまた始まりを歌う。どんなとこにいても俺は変わらない。誰が何を言っても自分でも帰れない。新しいことに胸がはしゃぐから、いつものようにまた始まりを歌う。出会えて嬉しいぜ、乾杯しようぜ。コンビニの前で乾杯しようぜ、yeah。嬉しいこといろいろもらった。本音も吐いて、自分も汚れたけどしがみつくようにまた始まりを歌う。恨んじゃいないさ、乾杯しようぜ。酒じゃなくてもいいから、乾杯。
この曲を書いたのはね、6月のいろいろご多分だってまあね、それをもういろいろこう揉めたりとかあってね、そういうのがあってね、書いたんですよ、ね、本音も吐きますよあのおっさんの本音も吐きますよそうなんですよ、もうすぐできましたねこれね、うん、あとまあね、この世の中どんな風になっても、なんだろうな、 Life is beautiful みたいな気持ちでね、なんと楽しく生きていこうぜとね、まあそんな感じですはい、じゃあ最後にもう一曲ぐらい歌ってきます。はい、最後にしますよ。え？ワンマン。ワンマン。これだい、あの時間配分のためにね。これこれにしときますか。何にしときますか。あれ、食べ物にしますか。どっちがいいかね。あ、それもいいね。え、最初の何？何？ありがとうございます。どっちがいいですか？2番目の方で。あ、これ、はい。僕が20、え？これ25、6か。20、あ、25ぐらいですね。あったね。ありますよ。あるんですよ。そうなんですよ。あ、そうなんです。その頃あれですよ。なんだっけ、フェイスフェイスオーディションって前話したっけ？あ、クマちゃんと話したんだよ。エピックソニーでフェイスフェイスオーディションっていうのがあって、テープを持ってってって。エピックに持ってって、そしたら担当の人が直でこう何テープを聞いて審査するというか、そういうオーディションがあったんですよ。で、なんか俺友達が行ったから行って、なんかじゃあ俺も行きなよってことで行ったんですよ。で、友達が何十曲も入れてきたテープをもうちょっと聞いてちょっと飛ばされたらしいよね。で、まあそういうのもあったから、ね、そういうの、そうされないようにちょっと、で、昔こう メジャーの誘いを断ってるもう知り合いがいて、そのメジャーのこととかね聞いて、だから舐められないようにした方がいいっていうのを聞いてたんで、担当のところにテープも渡して、ずっとこうなんかもう睨むみたいな感じでこういうやつなの、ね、でそしたらちょっとまあビビってる感じなんだけど、若い子で。まあ、俺も分からなかったんだけど、なんかそうで、まあ、テーブル聞きながら、いきなり3曲全部聴いたから聴いて、歌うまいっすねって言われて俺その頃歌が下手で有名だったんですからね。で、こけてしまいましたそこで。まあその時に、まあ、曲聴いてくれて、だから歌詞とかね、いいから、ただだから、まあ、荒削りな感じで、だからもうそのもっとその歌詞を重点的にやった歌の方がいいんじゃないかということで、その時には評価がなかった曲なんですけどその中に1曲入ってた曲です。あ、そう、それで、それで渡したい、だからまあそういう評価を聞いてたから、ちょっと歌詞を付け
リタシタにしたという曲です。はい。晩年が毎日退屈している子供騙しのイベントには興味がない。まとめ売りされてる腕や足、葬式パレードに待つのはごめんだ。おう、俺の中のロックバンドが騒ぎ出す。ソウルエンジンもっと強く通り中に響き渡れ。生まれてきた喜びに泥を蹴ってはしゃぎ回ろう。したがふりをしている連中、人生一番大切なことはどうたらこうたら。俺はちゃんとした感触が欲しい。毎晩見る目を誰の手にも渡さしない。さあやっと手に入れた地図を頼りに走ろう。ソウルエンジンもっと強く途中に引き渡れ。生まれてきた喜びに泥を蹴ってはしゃぎ回ろう。行くと横に重なるトラブルと見えない明日に怯えて言い訳ばかりしてたから乾いた喉を潤す泉を見つけ、もう一度痩せた土地を耕そう。拳銃なんか持てないけど戦うことを諦めちゃいやしないぜ。あいつが今銃を持ってきたら心の銃を使って戦っていくのさ。あいつじゃなくてもこいつじゃなくてもきっと君を話はしない。決して負けない強い力を僕は一つだけ持つ。愛するものがないなんてもう生きてる意味がない。ここに何か残さなければ死んでしまう価値もない。風が引けそうとしている足跡の重みの分の俺がここで生きた証しをもっともっと刻むためにもう汗を流して強く確かに踏み込もう。ソウルエンジンもっと強く途中に響き渡れ。生まれてきた喜びに泥を蹴ってはしゃぎ回ろう。ソウルエンジンもっと強く途中に響き渡れ。生まれてきた喜びに泥を蹴ってはしゃぎ回ろう。Oh, oh, 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 oh
ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。ね、そんな感じでね、みんなが頑張りましょうって話がね。まあね、そうだぜ。あ、俺朝日新聞に載ったぜ。16歳の拓也くんがマイク持ってるけ。それで俺が持ってる。あれすごいさ、なんか力さん、うん、私力さん知ってるからかもしれないけど、うん、力さんから放射状に、うん、こうなってる感じして。意外と中心、中心、中心に行く感じ。私だけかな。結構いい、いいよね。いい位置で俺。ね、一人このグレーのさ、このあたモヒカンとかがさ目立って、逆にああそうだそうだ。もうモヒカントラメガブチですからね。まあそんなわけで次が。次